どうもヘルザレットです。セガデスストランディングやっていきましょう。まあ、前回の続きなのでね、これから先また進んでいきたいと思います。左側にどんどん進んでいかないとね。で道路もね作っていきたいところではあるんだけど、まあそのうちできるかな。じゃあ、依頼の前にブリッジリンクか。なんていう人だっけ、契約っていうか、これはね、まあいっか、まあ受注して次行きましょう。次はこちらですね。さらに下か。何を届ける？必要な個数が4つで、小麦の粒子。はあ。こちらを届けろということなんで、はしごは1個持ってる。ロープパイルも2個。あればいいかな。84か、結構重くなってきたね。置くねえ、ロープパイル、ここら辺はいるからな。うん、これでいこう。で、ついでに依頼が受注されました。ミュールのブーツもリサイクルしてしまって、これで準備 OK。 ご提案、うん、こんな感じだね。さあ行きますか。ん？ちょっと待った。あまりにもバランス悪くないか。隙間があったように見えたんだけど気のせいか。よしよし。気をつけて。で、次は一回ライン消して下に行く。ここまでか。ポストがあって。橋。ここ抜けていく感じだよね。ロープがあればこの辺り降りていけるか。まあでも、こうかな。の方が良さそうだね。行って。下通って、こうか。いや、ここ行く必要があるか。あんまりなさそうな気がしてきたね。で、まあ、こういう風に行こうか。今回は。あ、そっか、ここは駐車場はないか、さすがに。さあ、とりあえず僕が欲しいのは結晶だね。まあ、綺麗な道を通りながら早速それてる。こっち
うん、こっちだね。こっちか。よしよしよし。まあね、姉の受けをあまり受けたくないのもあるんでね。お、気象予測は未来予測の一種だ。ハートマン。未来を予知する大統領があるが、彼らと人類とが違うのは、我々はそれを言語化し、計画を立て、行動を選択する点だ。それは人間に特徴的な能力の一つと言っていい。明日を想像しながら今日を生きる。未来のためなら今を犠牲にすることもある。その能力が人間の文明や社会を発展させてきたんだ。しかし今の人類は明日を見ようとしていない。今を生きることに精一杯で未来のことを想像できない人間は動物と変わらないだ。まあ確かにね、その日目の前だけってなると確かに、まあ予知するほど、まあ予知というか先見えなくてもいいけどね、確かにその特徴はあるよね。さあカイラル月中、そういえばフローター乗って移動できるって書いてあったけど、こういうところをうまくってことか。意外と断崖絶壁、まあ普通にそのままいけるな。でもね、大体こうやって運ぶのが快適すぎると、ゴール地点でめんどくさいこと起きそうな気がするんだよね。さあさあ、ちょこ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 、頑張って降りていきましょう。この方向で合ってるから、適度にアイテム探しつつだね。いやー、でも、ちょっと待った。あれっていけるの？もしかして逆だから、こっちか、ここね、だよね、この方向。いや、こっちか。ん、ハートのマーク、こっちもなんかいけるっぽいよね。行ってみたいね、そのうちね。さあ、近づいてきましたけど、ちょっとミュールのアジとかこの状況で見つかるのはめんどくさいですね。まあ、ただあそこに行けば物資は揃うから、ちょっと道路建設とかある程度するときには良さそうだね。こう行って、まあちょっと外回りになるが、ぐるっと回るか。さあ、スタミナもプラス 25% 分はちょっと減ってしまった感じだね。さあ、ちょっと使おうか観測器。意外と後ろあるな。ああ、そっち行ったらもう回りすぎるか。ああ、特急シェルターの方向に行かないと。って感じだけど、どうしてもミュールのところに行ってしまうね。
さあ、見つかってしまった。ここ一体がっていう感じだね。ん？あそこチップがあるね。ちょっとチップ回収してから行こう。ちょっとね、外回りにはなるんだけど、ちょっと深いね。で、休息して立ち止まるのが大事な感じか。ここすごいね。はしごが。あ、普通に行けたね。意外と、はい、ゲットで、二段ジャンプはするほどでもなかった感じか。さあ、こっからルートを変えていこうか。こんな感じで。雨の影響はないと。そうね、ある程度の距離感じゃないとこのカエラル結晶とかも反応してくれないからね。あ、意外と落ちてる。変わってくれ。まあそんな気持ちになるわな。よし。さあ、ここを上がっていこう。ああ、バッテリーが切れそうになってきたな。あら、登れない。ぐるって回るか。多分このままで OK だね。結構高いところ来たな。あそこか。見えたね。荷物もちょっと。
止まった。ログファイルはまだあるか。じゃあ OK。トンと、そして降りる。さあ一応日に当たってるんで電気は回復してるね、ちょっとずつね。意外とロープパイルは使えるよね。高いところから降りるっていうことが結構多いからさ。うい、なんだかんだ道はね合ってたね。もうちょいだ、もうちょい。カエラル結晶落ちてる。なんか一瞬怪しい音したな。あ、へえ、農場なんだ。ここすごいね。一応これでバッテリーは減らないと。いや、めっちゃそこ運転してるな。まあ施設ないと家どっていう感じか。よし、アイテム誰か落としたかな。セラミックか。あー、これで着いた農場。時雨で作ったビールを運んでくれ。はあ、あ、そういうことか。熟成させるんだ。はあ、まあ、時間を操るって感じだね。あれ、これもしかしてビールじゃね。さあ、小麦の種子を全4ケース納品。さあ、3つ、これでどうだ。ありがとう。ブリッジズには助けてもらってばかりです。アメリさんが私たちに教えてくれたの。この研究が農作物に役立つんじゃないかって。カイラル通信がつながるのを待っていました。さて、運んでくれた荷物を見ないとな。え、ああ、状態大丈夫やっちゃね。うん。ありがとう。いやー、走ってきましたよ、走って。破損なし。3000。もう曲が解放だね。そういえば今回流れたもんね。著作権上流せれないけどね。いやー、そこはさあ、あれか、ロボットか。ロボット評価悪いね。破損やばかったもんな今の。知り合いなのか。もしも彼女に会うことがあれば伝えてほしい。頼む、助けてくれてありがとうと。もしもサウスノットシティで爆発が起きていたら、ここも巻き込まれていた。英雄だ、彼女こそが英雄だ。
あとはカイラル通信だ。つないでくれるかな。まあ助かった人もいるってことだから、全員が全員悪いと言ってるわけではないってことだな。さあこれで下はつながったと。次は左か上に行く感じだよね、どう見ても。おう、サム、ミュールに荷物センサーを使われて見つかってしまうことがあるでしょ。あるね。そんな時のための対抗策として、あなたの荷物センサーの機能を強化してみたの。へえ。荷物センサーを撃たれた時、タイミングよく荷物センサーを打ち返すことで相手のセンサーのパルスを相殺できるの。パルス。ミュールは存在にも気づかない。タイミングが重要よ。タイミングか。でやるときはパルスって言って消さないといけないわけだね。おお、めっちゃなんかデータが増えたね。おお、ありがとう。おかげで本格的な特級農業が始められる。これはきっと世界初になるだろう。実は今も実験的に栽培をしている。しかし特級の予測ができず、思うようにはいかないんだ。この辺は時雨の降り方が一定していて、種まきと収穫のタイミングを予測できた。ところがここのところテロが多発して死人が急増した。それがカイラル濃度に影響したのか。天候が不順でうまく、カイラル通信がつながってくれさえすればもう安心だ。あ、これで天気予報が使えるってことか。時雨農場をベースに時雨を利用した大地の緑化計画を始めるつもりだ。特級に強い植物を研究する。この環境に適応するような生態系のこともな。そうすれば特級の性質を知ることにつながるはずなんだ。研究を続けていつかやってみせるよ。ありがとうサム、あなたは希望を運んでくれた。収穫が楽しみだよ。いいぞサム。つながったね。あと半分だ。引き続き頼む。あと半分か。サム、その時雨農家がつながったことでまた新しい依頼も入っているようだぞ。帰り道も有効に使うといいだろう。帰り道か、帰り道か。新しい依頼があり。さあチップを渡す。で今回はダイハードマンか。私のためにこれを。ありがとうサム、大事にする。もうハートマン久しぶり。素晴らしいな。ありがとうさん。意外とさっぱりしてんな。ご提供いただき。指名なしか。まあ戻る。特製ビールか。はあ。金属は一旦。リサイクルしてしまって。まあ、とりあえず受けるか。ログパイルはあるけど、はしごを。いいか、一旦この状態でいこう。はしごはまだあるしね。OK。で、ちょっとね、下が気になるのよね。ご提供いただきありがとうございました。あ、侵入禁止か。いやー、製品がたくさんね。でこっからだよ、こっから、どうやって戻るかっていう話をね。
結局行って戻る感じか。じゃあこっからはちょっとね大変だろうな。んじゃあ戻りますか。さあ戻ってきたね。長かった。とりあえず物資を届けてプライベートルームで休みますかね。最大値が減ってきてるもんね。納品。ミニチュアを届けると。おお、来たか。まあちょっとね、いろいろごたごたとかね。今回はちょっとあんまり良くなかったね。A か。また戻る感じか。なかなかちょっと整理してからプライベートルーム行こうか。これぐらいか。車庫は特にって感じだよね。ご提供いただきありがとうございました。さあ休んで、はあ結構大変だったな。味わってくれ。お、ビールになってる。さあビールになると飲み方はどうなるかな。スタミナ上がんだね。あーやっぱあれと一緒か、効果としてはモンスターエナジーと。さあ2本目も終わり。さあ3本目はどうなる。お、フル。それはほぼ飲んでないよね。どこに捨てたんだっていう感じだけどね。まあブーストは無事したということで、まあまあいい、面白かったね最後ね。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回会いましょう。ほんじゃあまたな。最後までご視聴ありがとうございました。エルザレットゲームズチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。また、チャンネルが面白かったら高評価もよろしくお願いします。他のゲームもたくさんやってますのでぜひまた遊びに来てください。それじゃあまたね。